重力崩壊のメカニズムのモデル重力崩壊とは重力に耐えきれずに崩壊する物理現象。天文学分野においては末期の構成が自らの重力に耐えきれずに崩壊する物理現象。構成は重力によって中心部に向かって凝縮している一方でプラズマの熱運動や電気的な反発力によって一定の大きさを保っている。 核融合が進むと、原子量の小さい原子核がなくなることによって、核融合が停止し、反発力が衰える。それによって構成はより凝縮され、再び核融合が始まれば凝縮が止まる。しかし、中心部が鉄で締められるようになると、今度は、鉄が、ガンマ線を吸収し、ヘリウムと中性子に分解される光崩壊が起こる、ことになる。すると、 星の中心部は空洞と同じ状態になり、今度は周りの物質が急激に中心へ落ち込み圧縮される。この圧縮により中心部にコアができ、そのコアで反射した衝撃波が外部へ広がり、星が崩壊する。これが重力崩壊であり、数型の超新星爆発である。中心部の圧縮されたコアは、ブラックホール、または中性死亡死となる。また、 理論予想としては、さらに各紙が誘拐して、クオークが剥き出しになるクオーク製の存在が考えられている。地学分野においては、山体や斜面などが地球重力に耐えきれず崩壊する物理現象。山体の場合は、山体崩壊とも呼ばれる。噴火活動中の火山でこの現象が生じると、火砕流を生じることがある。ありがとうございます。